こんにちは。今日はこちらジャパンホビーツールさんからご提供いただいたイージーラッパーについてご紹介したいと思います。こちらのイージーラッパー、オープニングで、大体どういうものかは分かったかもしれないんですけど、一応こちらご提供品ではあるんですけど、前からこういう商品が僕が欲しくって、で今回受けたんですけど、実際に使ってみて、これ提供品だからとかではなく、冗談抜きで本当にめちゃくちゃおすすめの商品だと思います。一応一番としてはカメラ用途をメインに作られたものみたいなんですけど、僕のチャンネルだと登山だとかあとキャンプだとか、それだけじゃなくて日常生活でもこれ一つ持っておけば絶対に損はないぐらい本当におすすめの商品なので、ぜひ見ていただければなと思います。ということで、実際にこの商品がどういうものか詳しく説明していきたいと思いますけど、簡単に言えば風呂敷ですね。ただ普通の風呂敷と違うのが、普通の風呂敷とかだと包んだりしても何もしなければそのままほどけちゃったり落ちちゃったり、あとは結ばないといけなかったりするんですけど、そういうひと手間なしで、このイージーラッパーだとこの色付きの面とこのグレーの面がくっつくようになってて、こういう風に簡単にくっつくようになってます。僕の場合はこういうレンズだとかを簡単にこういう風に、もう本当に簡単にでいいんで、包んでやればそれだけでも全然ほどけなくて保護ができるっていう形になってます。でこれこういう風に結構強く振っても意外としっかりくっついてくれるぐらいの粘着力はあって、でその割にはこれで簡単に全然ほどけるっていう、本当にちょうほどいい粘着力でよく考えられてるなって思います。これが例えばこういう同じようなもので言うと、例えばマジックテープだとかそういうものって結構バリバリと音がしたり、剥がすとき強く力がいったり逆に弱すぎたりするんですけど、これの場合はそういう音もないし、でそれよりも簡単にほどけたりつけたりすることができるしってことで、めちゃくちゃ便利じゃないですか。でこれサイズ展開としては SML XL っていう風にあって、で今使ってたのがこれ S サイズなんですけど、S サイズは今見せたように、例えばカメラ用品だとレンズだとかあとコンデジだとかっていう風なものを包むのに適しているサイズ感かなと思います。で次 M サイズは小型のミラーレスですね。小型のミラーレスとレンズとかであればこれでちょうどぴったし包めるかなと思います。一応僕の持ってる α7-3 と 24-105mm f4 のレンズをつけた状態だと M サイズでも包めないことはないんですけど、結構ギリギリなので、その場合はもう一つ上の L サイズで、 L サイズであれば問題なく包めて、ちょうどいいぐらいのサイズ感かなと思います。このサイズのミラーレスって結構多いと思うので、同じようなカメラやレンズ使ってる方は L サイズをご購入されるといいかもしれないですね。で最後に XL サイズ、ちょっと撮影の時に三脚使ってたんで XLA サイズ進めなかったんですけど、こんなにめちゃくちゃ大きくて、これだと僕が持ってるこの一番大きい三脚、結構これも大きい三脚ではあるんですけど、こういう三脚なんかもこういう風に余裕で入るぐらいの大きさ、むしろこれでも全然大きいぐらいなんで、もっと大きいものでも全然入ると思います。 XL は結構大きいですね。冒頭にも言ったように、これ今回カメラのものをご紹介しましたけど、カメラ以外のものでも何でも包めて、例えばこのテントのペグとか結構バラバラして、別袋の中にも入れてもいいんですけど、こういうものに包めば、これでこういうものも簡単にまたまとめることもできますし、また次 L サイズ、これ iPad mini なんですけど、こういう電子機器なんかも簡単に保護することができます。あとはこういうキャンプの調理道具とかでちょっとバラバラしやすいものも簡単にどんな形でも積むことができます。あとは僕の場合は自撮りするとき用にこういうカメラのグリップつけてたりするんですけど、そういう時に一時的に保護したい時とか、こういうカメラの方の専用のそのサイズに合ったもの
に入れたりするんですけど、これこういうものは一応カメラのことも考えられてるんで、このストラップ用の穴はあるんですけど、それ以外の穴っていうものがなくって、このグリップをつけたままこれで保護するっていうのはできなくて、いちいち外さない、このグリップを外さないといけなかったり、まあ本当に一手間なんですけど、それもちょっと面倒くさかったりすることがあると思うんですけど、このイージーラッパーならどんなこともできるんで、別にこのグリップごと全部まとめて包んでもいいですし、このグリップだけ出してカメラだけ保護する目的で包んだりもできて、臨機応変に対応することができます。まああとは一応これ防水ではないんですけど、ちょっと包み方を変えてやれば、こういう風にレンズのとこだけ出して、で雨とかあとホコリだとかで保護しながら撮影するっていうこともできたりもします。というふうに、このイージーラッパーどんな形のものでも好きなように包んで保護することができるんで、めちゃくちゃ便利じゃないですか。本当にこれ超おすすめだと思います。で一応まあ僕カメラは好きなんですけど、そんなに本格的に撮りに行くってことは、そんなに滅多になくって、もちろん本気で行くときはちゃんとしたカメラバッグとか持っていくんですけど、それ以外の時とかは気軽に行きたい時とかは、やっぱりカメラバッグって大きいしかさばるしで、あんまりちょっと持ってきたくないんですよね。なんでこういうショルダーバッグ一つで出かけたりするときに、今日ちょっといい景色とかがあれば気軽に撮影したいなっていうときは、カメラ一つだけ持っていくときとかは、こういうショルダーバッグの中にこのイージーラッパー入れておいて、カメラ使わないときだけこういう風に入れておけば、他のものを入れながらカメラも保護できるしっていう感じで、この使い方が個人的には今のところ一番多くてすごく役立ってます。でこの気になる粘着面なんですけど、粘着面については3万回まで一応くっつくことができるみたいで、一応もう 1,2 ヶ月ぐらい使わせてもらってるんですけど、結構気に入ってて使ってるんですけど、全然今のところへたりたりはしてないです。サイズが S、M、L、XL って言ったんですけど、カラー展開も結構よくあって、ブラック、ブルー、レッド、迷彩、デジタルモノクロ迷彩、あとは数量限定で桜迷彩だとか、あとは新幹線迷彩なんかもあるみたいですね。というふうにカラーバリエーションもすごい豊富で、好きな柄とか色を選べるのもすごいいいですし、こういう黒だと今みたいにちょっと見づらかったと思うんですけど、黒のバッグに黒だとかで探す時とかにちょっと困っちゃったりすると思うんですけど、そういう面でこういう赤とか青とかこういうのを選んでおけばより分かりやすかったりって感じで、そういうところもよく考えられてるなと思います。で気になる点としては、ほとんどないんですけど、やっぱりよくここら辺にくっつくので、こうやって置いたりしたら、その時のゴミだとか、外だとちっちゃい葉っぱだとか、そういうものはちょっとくっついたりすることもありますけど、ここについたゴミとかを取りたい時とかはコロコロだとか、あとガムテープだとかを使えば良いみたいです。はい、というふうにイージーラッパーについてご紹介していきましたが、いかがだったでしょうか。何度も言うんですけど、これ本当に便利で、カメラから登山からそれ以外の日常生活でも一つ持っておいて絶対に損はない商品なので、ぜひ興味がある方はご購入して試していただければなと思います。はい、じゃあ今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。